皆さんこんにちは。楽しいことを仕事にして自分のペースで働くデータグラフィーチャンネル代表陣馬智子です。で今日はゲストをお迎えして、はい、学べる保育園ハグアカデミーハグキッズを経営されている北川志保さんです。よろしくお願いします。はい、です、よろしくお願いします。はい、前半では前回ですね、前半では志保ちゃんが経営されているハグについていろいろお話を伺って、志保ちゃんのその壮大な思いと そしてちゃんと実行してもう行動し続ける姿、感動しました本当に。じゃあ今日はですね、経営者として、はい、経営者北沢志保にちょっと迫っていきたいというふうに思っています。志保、はい、ちゃんはもうハグ以前は保育士として、まあ、幼児教室の仕事をしながらサロネーゼとしてもポーセラーズとかお花とか、うん、グルデコとかね、いろんな教室をされていましたけれども、はい、ずっとあれですか、保育園をしたいなっていう思いを持ちながら、うん、そういったサロンの仕事とかされてたんですか？全然思ってなくて、うん、ずっとサロネーゼ何年やったんだろう。何年やった？私より全然先輩で、いやポーセラーツの大学級カリキュラムだよね、私たち、うん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 、初期カリキュラムぐらい。そうね、私はもう変わる時だね。もう今また新しくポーセラーツ変わってるんですけど、ね、その前にまだ変わった時期があったんですよ。食器とか決まってなかった。あ、好きな選べるやつだよね、タイプでした、うんうん、だからでも、うん、でもその時は全然保育園を経営しようとかも全く思ってなくて、うんうん、ただサロンをやってた時に、うん、なんかずっとやっていけるのかなっていうのは、うんうんうん、そのちょっと自分のなんか人生設計の中で、うんうん、なんかこう思う部分はあったかなっていう、うん、サロンしながら、サロンと幼児教育を掛け持ちしながら、うん、このままずっとこれでやっていくのかな、うん、私みたいな不安がこう漠然とあったっていう、うん、そう、うん、なんだろう、やっぱりね、生徒さんは、うんうん、まあ、出ていく人もいれば入ってくる人もいるし、ね、っていうのに、なんか疲れてた時期に、うんうん、あるよね、疲れるよね、うん、サロンすると疲れるよね、うん、教室ってこう、ね、来た人がずっと永遠に来続けてくれるかって言ったら全くそうではないので、まあ私は大体、まあ、1年2年ぐらいでもう絶対にこう完全に流れるっていうふうには思ってるので、うんうん、そんなに食器作るもんないしね、それぞれの業種でねなかなかそれをずっと作り続けてもらって、うん、それはもうそういうものだと割り切るのに私も結構時間がかかった、うん、やっぱり寂しさとか、ね、なんか、うん、あのすごいせっかく素敵な人と出会えたのに、なんかこのままつながっていきたいけど、うん、でもレッスンにね、あの来てくれない限りつながることはできないとか、うん、ガチのきっかけ、うん、ガチのきっかけ何かきっかけがあったんだよね。ガチのきっかけは、うん、熱中症になったんです私まあ1週間ぐらい、うん、トータルで1週間ぐらい、うん、全部の仕事がストップして、うんうん、ってなった時に、うん、なんか、あ、私日雇い労働やって、うん、ガチで思って、うんうんうん、で、ま、あの結婚してないですし、うん、自分の仕事がストップしてしまったら1円も収入がないって思った時に、うんうん、怖いって、うんうん、でこう、まあ、リアルに親がなんか介護やなんやって言った時に、うん、休んだりすることが出てきた時に、うん、どうするんやろう、うん、なんかこう自分一人でやることにちょっと限界、私の中の限界、うんうんうん、あのじゃなくて人と一緒に、うん、あの何かをやったりとかっていうところに、うんうん、私としては、まあ、ステップアップをしようっていうのがきっかけです、うんうん、何かこう会社として、法人化して誰かと一緒に何かこうやっていきたいなという、うん、組織を作るっていうのが私の次の課題になったので、うんうんうん、ガチのきっかけ、ガチのきっかけで、熱中症そこでね、保育園である必要はないじゃないですか、なんか、うん、あ、そうで、ね、いろいろ考えたのよ、うんうんうん、でも結果は保育園しかできなかった。二十歳から保育園、うん、インターナショナルスクール幼児教室って働いてきてて、これだけはずっと続けてきてたことで、なんか起業して自信持てることでやろうと思った時に、うんうん、それしかなかった。なるほど。これだったら、うんうん、あのなんか勝てるじゃないけど、うんうん、起業できるって思えたのがそれだけ。なるほど。だった。じゃあやっぱりこう、うん、組織を作りたい、起業したいって思った時に、じゃあ自分ができることってなんだろうって思って洗い出した時に、うん、あ、これなら私自信持てるっていうもので起業したっていう、うんうん、いっぱい考え、シュークリーム屋さんとかも考えたし、シュークリーム好きだしとか、うんうんうん、でもそんなめちゃくちゃ書いていっぱい書いたけど、うんうん、
だよねって、うん、なんか自分でも書き出してる時に分かってたけど、うんうん、でも一応書き出したけど、うんうん、だよねってなったのが保育園だった、うんうんうん、あーなるほど、うん、でもできることやりたいこと全部書き出してだよねってたどり着いた過程も大事ですよね。もう自分の中でもうこれだねって納得して、納得、いやもうね納得どころもうこれしかできないって、じゃあ今ね結構こう好きなことを仕事にしたいけど、うん、何をしたらいいかわからないって人も結構多いと思うんですよね、うんうんうん、まあ、同じようにしほちゃんみたいにこうサロンをやってるけれども、このままずっとこれでいくのかな、もっとやっぱり私も法人化して大きい組織っていうものを持っていきたいなと思ってる人とか、今やってることをやりながら他にもやりたいな、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった方に向けてでこうやってこうやりたいことを見つけたらいいよっていうよう な, なんかアドバイスとか、まあでもやっぱり書き出すっていうこと、書き出すことと、まあ、うん、じゃあまあ保育園これだよねって、保育園って決めた後は今までも悩んだことがない、うん、あ、だから決めたらもうやりきるしかないかなっていうのは一つかな、うんうんうん、ただそのやり何をしたらいいかわからないっていうところになるのは、うん、もう書き出すのもそうだし、うんうんうん、手当たり次第やる、うん、なるほどね、確かにやってみないと分かんないっていうこともたくさんだもんね、うんうん、いろいろこうこれかなあれかなって決められない人っていうのはもうじゃあやってみたら、うん、やってみる、ね、うん、しほちゃんみたいに決められたらいいけど、多分多くの人が決められないんじゃないかなと思うから、うん、あとはでも私は意外と大事なこと決めるときは人の意見は聞かない、やっぱり外野の人って、うん、あのストップかけることしか言わないので、うんうん、もちろんそれは私のことを思ってくれてっていうのは分かる、うんうん、親なんて特にそうだよねみたいな、あ、うんうんうん、だけど大事なことを決めるときは自分で決める、決める、うんうんうん、決める、うん、自己報告だもんね、確かに、そう、私もあのしほちゃんから突然結構ね飲みに行ってて、多分私の中で本当に突然に私保育園やるわってなんか言われたのすごい覚えてるもん、え、何突然みたいな感じだったけど、私の中では突然だけどしほちゃんの中でもずっと考えて考えて決め抜いたことなんだなっていうのはすごい伝わったわ、確かに、あとは、ちょっと去年は忘れてたことなんですけど、うん、今年まだ何日も経ってないけど、うん、今年結構本を読もうと思ってて、うん、久々に本読んだら、うん、すごい世界が広がった、うん、あ、何系のビジネス系の、ね、全部行ってる、ビジネス系も行くし、うんうん、なんかマナー系やら、うん、小説系やらも行ってるんだけど、うんうん、なんか年末になんかリーダーシップの本かなんかを読んだ時に、うんうんうん、なんか全然違うことですごい扉が開いて、あ、本当になんかいろんな人のこう、ね、経験とか知識をギュッと詰め込んでくれてるから、うん、本当にありがたいよね、うんうんうん、私も最近本読めないんだよ な, なんか漫画も漫画とかも漫画とか全く、でもなんか常に基本的には今までの人生の中でやっぱりこう落ち込んだ時とか迷った時とか、なんか軸がぶれそうになった時っていうのは私も間違いなくやっぱり本に助けられてきたっていうか、うんうん、本を読んでやっとこう気持ちが落ち着いてくるっていう生活をしてたので、最近ちょっと本読めてないのはなんかこう精神的に安定してるのかも、うん、なんか必要がないのかもしれない、仕事がね、うんうん、なのででもあの読みたいなと思って今またあの嫌われる勇気を読み返そうと思ってアドラーの今ね毎日手帳と一緒に机の上に置いてる、うん、好きな仕事であれ思い出したんだけど、うん、何だったっけ、仕事は楽しいかね、うんうんうん、なんか本あるんだけど、あの本すごいいいかも、好きなことを仕事で、本当、はい、私も読んでみよう、辞、うん、めたいって本気で思ったこととか、辞めたいって本気で思ったことあります、うんうん、あるんだやっぱりあります、うん、本気で思った、本気で思った思った、うん、な何が、でもその時は何がっていうよりは、うんうんうん、結局なんか人が弱る時って、うん、いろんなことが重なった時に弱るというかやっぱり投げ出したくなるのかなって思って、うん、その一個なんかガーンだったら、うん、なんかまだ頑張れる、うんうん、でも、うん、その次の日にこれも来て、うんうん、これも来てみたいになると、うん、うんって頑張れないっていうのが、まあ、保育園だけじゃなくて何やってても、うん、普通に仕事してなくても絶対あることで、その時はもうやめてもう一人になりたいって思って一人になりたい、あ、もうそのもう会社自体を解体して、うん、保育園を辞めるとかっていうよりも、うん、もうなんか一人になりたいって思う、一人で家でなんか売ろうかなとか、うん、その社会とあんまり関わらない
とダメなんだけど、うん、っていう、うん、なんかこう時期はあった、うん、そんなに長くはなかったけど、うん、じゃあ何かパッときっかけがあってというよりも本当にいろんなきっかけが重なってなそうやっぱりわーっていう時期がしもちゃんでも1回だけでもその大きい、うん、本当にもうなんか一人になりたいパチパチって思ったのは1回だけで、うんうんうん、あの円形脱毛症も できてたじゃんちょっともう本当心配になっちゃってね私もあれはなんかそのね見せてくれたんだけどなんか初めて見たから私もでも驚いちゃいけないと思ってうーんって言ったんだけど家に帰ってからすごく心配になっちゃってそう、ね、なんかそういう重なったりする時ってあるよね、うんうん、いやもうあると思うその会社のその時って多分会社のことだけじゃなくて、うん、プライベートでも、ね、プライベートも親のこととかも、うん、なんかいろんなこと友達のこと全部が重なる時ってあるのかなっていう、うん、あるよねそういう時もなるよねなるよもありますよねなるさ、はい、うんでもそれを乗り越えられたのはなんで、うん、でもやるしかない、うん、そんなことは考えてたけど、うん、やっぱり朝は来るし、うん、やるしかないもんね、うんうん、やるしかないので、うん、だからそこでやめないことやめなくてよかったと思ううんうんうんそうかそんな風にわーってなる時って多分誰でもあるんだけど、うん、そこでやめるかやめないかっていうのは大きな分かれ道ですよね、うん、もちろん、うん、それでやめなかったことが続けられた理由でもあるしそう、ね、やめなくてよかったなっていう感じでもあります、うん、働いてくれてる人に対する責任と、うん、あともう一個はその、まあ、ちょっと保育園の話になるんだけど、うん自分たちの母校がない、うんっていうのに絶対したくなくて公立の小学校行ったって統合されたり、うん、少子化でいろんなことになっていく中で、うんうんうん、その民間でやってるからこそ、うん、ずっとあり続けることができるそれは続けたいっていうもう本当に最後のなんか、うん、うっていう崖から落ちる瞬間はもうそこしかない感じ、うん、すごい、うん、母校っていやでもグッと私ね本当その高校が、うん本当2年前かな、あの並行されたんですよ。で並行式行ってきたんですけど、やっぱりね、なんかその時はああそっか並行されるか人減ってるもんで、ね、仕方ないよねっていう感じだったんですけど、うん、いざ本当にいなくなったって思うと、やっぱり寂しいものがある。やっぱりそこにあるのとないのって違うし、本当にどこの幼稚園やったん、どこの保育園やったん、うん、とかって大きくなって話した、うん、もうないんだけどねってなるもんね。でやっぱり今、ね、ハグをいいなと思って来てくれてるお父さん、うんうん、お母さんに対する責任でもあるかなと思ってるので、うんうんうん、なんか泣きそうになってちょっとほんまに泣きそうになったから気づかんといてと思ったけど、うん、いやすごいそんな思いがのはもう本当に続ける最後のもう成長っていうのはやっぱり子供たちの日々のものやけど、うん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 、そこが一番続ける理由として大きい。うわ本当に好きなんだねやっぱりこの仕事がね。ねうんそこまで思えるってすごいことだなって改めて思った、うん、例えばサロンとかやってたら、うん、なんか作品を結構いろいろ作るので、うんうん、街とか歩いててもなんか あのデザインなんか食器に入れてみたらどうなんだろうとか、うん、なんかお店でインテリアとか見ててもこれ作れるかなとか、うん、なんかそんな目線で見ちゃうっていうようなこう職業病みたいなのがあるんですけど、うんうんうん、しほちゃんの仕事でもなんか職業病みたいなのってありますか？職業病、うんま、でも例えば百均とか、うんうん行ってこう道具、うん、一緒だよねサロンと、まあうんうん、基本ものづくりとかをしてるが、うん、これ教材に使えそうとかあ、まあ、100均って結構いろんな宝庫だよねそう発見のねそう確かになんかこれピンセットでつまませようかなとか、うん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 、そういうのは職業病ってなるほど、うん、かな、まあ、常にやっぱり子どもたちのそういう教育とかのことを考えてるからあこれ教育急にちょっと取り入れたら面白いんじゃないとか、うん、遊びに取り入れたら面白いんじゃないみたいな結構でも YouTube インスタとかも、うんうん、そういうばっかり見ちゃう見ないそれさ私ね今ね検索のところをしたら韓流のあのBTS とか TWICE とかの動画がバーって出てきちゃうなんかね検索したつもりはないんだけど多分立ち止まって見ちゃってるんだろうねだからかその動画が賢いよね賢い賢い、ね、そうだか出ちゃうの、うん、もううん、そっか そういうのは職業病かなあとなんかこう、うん、ママさんたちが書いてるインスタとかブログとかは、う
結構見る、うん、分析が好きなんだね、うん、なんかこう、あ、今こういう傾向なんだとかっていうのをずっと見てる、うんうんうん、すっごい円とか見たらもう悔しくてたまんなくって本当に、うんうんうん、もうやるしらいしゅーみたいな、うん、すごい悔しいみたいな、うん、あでもその悔しい気持ちってすごい、なんか素直で人間らしいし大事よねなんか今の人たちってみんないい人だから、うん、なんかうまくいってるね、同業の人とか見ても、うん、あもうほんとすごいな、うん、なんか尊敬みたいな感じだけど、そこで悔しいって思った人の方が絶対伸びると思うんですよ。悔しい、そう思う気持ちってすごい、思わない？悔しい、私は多分思うと思う、うん、ね、思う、思うよね、なんか紐解いちゃうよね、そっから、そうあれ、なんでだろうとか、うんうん、ね、もうそうだね、とことん調べてない、いやもちろんすごいと思う、うん、素敵と思うんだけど、うん、でも、うん、悔しい出てくるよね、出てくるよね、いやでも大事な感情だと思う、うん、ちょっとビジネスについて、はい、ビジネスが成功するために、まあ、いろんな業種に共通することかもしれないですけど、うん、ビジネスが成功するために必要なことって何だと思いますか、うん、なんだろう、でもまあやっぱり原点回帰じゃないけど、うん、やらなければならないとか、うん、やれることは、うん、まあ、全部する、うん、まあ、もちろん努力が報われるとか、うん、そういう話ではないんだけど、うん、でも自分に悔いが残らないので、うんうん、それは絶対するっていうのが一つかな、うん、でそれが成功しなかったとしても、うん、そのやったことによってまた絶対新しい発見を、うん、なんかまあベラで言ったら、え、折り方悪かった、うんうん、もう一つだし、うんうん、なんかいろんな発見があって、うんうんうん、どんどん自分の中で成功法則って、うんうん、積み上げていってるのかなって思うので、うんうん、そこはなるほど、なんかこうビジネスしてると多分いろんな感情がね、うん、さ、ま、初期の頃みたいにはもう無理かもしれないっていう時とか、うん、いろんな感情がある中でもとにかく目の前のできることを全部やる、うん、その実践力行動力みたいなものがやっぱりビジネスを成功するために必要なことっていう、うん、あとメンタル、ね、ああメンタル、うん、成功してるかどうかは全然わかんないんだけど、うん、失敗するつもりではやってないから、まあ、みんなもそうだと思うんですけど、うん、常になんか失敗したと一度も思ったことがないっていうメンタルが、うんうん、なるほど、うん、失敗したと思わないメンタル、これがあるからこれがある、うん、どん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 先に進んでいける、うん、なんか失敗したと思ったら立ち止まっちゃうから、うんうんうん、立ち止まってる暇がないない で、ね、では最後に北沢志保としても、はい、今後の展望を、はい、聞かせてください、うんうん、個人としては、うん、その働く女性に対して何かアプローチしていけないかなっていうのは実は思ってて、うん、でそのためにはやっぱり自分を磨かないとダメだよねっていう部分につながっていくんだけど、うんうん、だからなんとか支援とか全然 そこまで大それたことは思ってないんだけど、うんうん、なんかまあ働く女性だったりママだったりがなんかもっと笑顔で過ごせるなんかこう社会を作るためにはどうしたらいいやろうみたいなことを考えていく、うんうん、るのが今ちょっと楽しい。あ、うん、なるほど、また壮大なテーマが、あ、そう、あ、出てきたの、すごい。そうかな、そうかそうか、でも今してる仕事ともすごくつながってるし、うん、やっぱりこう女性をなんか、うん、ハッピーにしたいっていう気持ちが、でも、ね、なんか何がどうっていうのはまだ全く定まってないんだけど、うんうんうん、でもなんか、うん、私にしかできない形があるんじゃないかなと思って、うんうん、模索してる、模索してる途中ということなんですけど、うん、どんな形になるのかすごく楽しみ、ちょっと思ってます、うん、わーすごーい楽しみです、そんな壮大ではない、今日は学べる保育園、はい、ハグキッズハグアカデミーを経営している北沢志保さんに、はい、経営者北沢志保について、はい、迫ってですね、大丈夫ですか、もうめちゃくちゃ大丈夫です、ありがとうございま す、います、ぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いします、はい。